11月9日、御所浦城のシルバー人材センター横の花壇で、シルバー人材センターと御所中学校園芸部による花の引き上げ作業が行われました。これは冬の花への植え替えのため行われたもので、高齢化や人手不足のため、今回御所中学校がお手伝いとして参加しました。嬉しいですね。本当にこんなもう可愛い孫のような人たちが来ていただいて、またこれからも機会があれば、はい、交流をさせていただけたらなと思います。そうですね、今植えてるのがピンクで明るくて大きいんですけど、ビオラはちょっと花が小さいので、とても小さいけども可愛く咲くと思います。ここも元、老人クラブの方がされてたんですけど、なんか人が足らないということで、うちにお話があって、じゃあ地元に少しでも貢献できたらなということで、うちも始めたんですが、それと今シルバーでも会員さんをいっぱい募集してますので、仕事がいっぱいありますので、ぜひぜひ登録していただけたらと思います。地区によっては高齢化、人手不足で県道沿いの花壇の管理ができなくなったところもあるそうで、公民館では中学生に協力してもらいながら花壇の管理を続けていきたいとしています。平城公民館では2024年春からの引き継ぎ、管理ができる団体を募集しています。お問い合わせはこちらまで。